はいおい、あーちゃん、帰ってきました。ただいま、2時45分。ちょっと遅い昼ご飯の時間です。もう今日台風来るって言ってるからさ、外出るのもこれ最後だなっていう感じです。ちょっと外もね、小雨降り注ぐ中、買ってまいりました。マクドナルド。ダナルド・マクドナルド。ダナルド・マクドナルド。ダナルド・マクドナルド。マクドナルド。マクドナルド。今、しずえさんに訂正されました、俺。発音を。ということで、二人とも英語喋れないんだけどね。イカスミバーガーですよ、皆さん。食べました？イカスミブーグル。イカスミブーグル。マクドナルドハロウィン、つうのが、10月の8日から行われておりまして、今日も13だから、結構時間は一応経っちゃってるんですよ。ただやっぱさ、食ってみてえじゃん。イカスミブーグル。ということで、ちょっとね。うわ、なんか、うわ、何これ、何これ、すっげえ汗ばんでんだけど、このポテツ。このポテツすげえ汗ばんでんだけど、このポテツ。困ったなぁ。ちょっとしずえさんが食いてえっつってかさ、しずえさんの分をちょっととりあえず。出ましたよ。イカスミブーグル。ブーグルね。はい、しずえさん。で、ちょっとしずえさんのポテツもちょっと。しずえさんのポテツもちょっと。で、ジュースはオレンジジュースです。あ、なんか敷いた方がいいよね、うん、ちょっと待ってね、動画の人ちょっと待ってね。油ぎっしょ、油ぎっしょだよね。ふにゃふにゃだな、このポテト。揚げたてじゃないの。はい、こんな具合でございます。買ったもの、イカスミブーグルね、ファイヤー、イカスミファイヤー、イカスミファイヤー。セイキンくんがさ、PT ね、 PT、 あの PS4 のすげえ怖いホラーゲーム、瀬戸さんの、PT すげえ面白かったっすよ、つって、この間のウームの事務所のさ、パーティーの時に、セイキンくんと話してて、瀬戸さんあれめっちゃ面白かったっすよ、あのゲーム何なんすか、つって聞いてきて。で、まあ、PS4 であるんだよ、つって教えてあげてね。だから、昨日かな、瀬戸さんの仇を取るとか言って、で、PT の動画上げてましたね。僕怖いんで見てないですけど、なんか前編後編って書いてたから、あれはもう多分、もうクリアしちゃったんじゃないかな、今日も後編も上がってますけど。ね、セイキン君結構大丈夫なんだろうね、怖いの。俺マジでダメだから、マジで無理だから、俺はもう無理だ、無理だ、もう取れない、怖くて。ということで、イカスミファイヤー、ファイヤーチキンファイヤー。これなんでこれ買ったかっつうと、前そのマクドナルドがそのチキンがなんか中国産のなんだっけ、なんかいろいろ事件が問題があって、一時期チキンナゲットが出なくなった時に豆腐新庄ナゲットっていうの出てたんだよね。俺も結局食わなかったけど。で、その時に生姜ソースっていうのが出てて、いつもはバーベキューマスタードだけなんだけど、生姜ソースっていうのが出てて、それがすげえうまかったらしいんだよね。で、このチキンファイヤーが復活して、生姜ソースも一緒にこう繰り越しになったんですよね。で、その生姜ソースでこのナゲット食ってみたかったんだけど、僕が行ったマクドナルドには生姜ソースないですって言われちゃってね。あ、もうないですって言われちゃって、普通にマスタードで買っちゃって、意味ない、意味ない、何にも新しくないセットで、これが、今回新しく出たもう一個、カマンベールチキンファイヤーで、これがオレンジファイヤーオレンジファイヤー、これがマクドナルドフライドパイヤーですね。はい、でね、食べていきますよ。まあ、食べよう、もう開けましょう、いきますよ。ちょっと油、手に油ついちゃってる。でってれー、でー。え？あーあーで、じゃじゃ、ファイヤーファイヤー、俺、どんなのかわかんないけどさ。はい、出ました。はい。ちょっと取り出しましょう。なんかもうちょっと冷めてるな。冷めちゃってるな。はい、これが、イカスミファイヤーですよ、これ。ねえ。パティが2枚にチェダーチーズ、そしてフライドオニオンが入ってるみたいです。でですね、皆さんこれよく見てください。バンズが黒いよね。で、イカスミバーガーだから黒いかなって思いきや、これ騙されちゃいけません。これ黒ごまバンズです。これイカスミじゃないのよ。これ黒ごまバンズだから気をつけて。で、イカスミじゃどこにあるのかっつうと、この中のソース、
あ、これフライドオニオンだ。これフライドオニオンだけど、なんかソースが、あー、下だ！でってれー、下ですね、これ。これが、イカスミソース。ここがイカスミなんです。黒ごまの香ばしさが特徴のブラックバンズ。2枚の 100% ビーフパティとチェダーチーズを挟み、カリッとした食感のフライドオニオンをトッピング。さらに、辛味とスモーク風味のチポトレソース。チポトレソースとイカスミのコクを加えたイカスミソースという2種類のソースで今までにない美味しさを提供いたします。黒魔女がハンバーガーにいたずらをしたらをイメージしたハンバーガーです。で、このチポトレっていうのはね、そのトレーニングじゃなくてメキシコ料理で主に使われる熟成した唐辛子を燻製にしたものですっていうね、辛いソースらしい。ということで、早速、もうこれメインだから、いただいてみましょうか。いただきまーす。ん？ちょっとこのイカスミソースだけがついたところ、ちょっとパン食べてみます。あー、ちょっと上のね、多分これがチポトレソースだと思うんだ。フライドオニオンが入ってるところのソースね。いただきます。いい。なるほどね。下のイカスミがちょっと塩味っぽい、濃い塩味っぽくて美味しい感じで、上のね、これは本当にピリ辛のあのハバネロトマトってあったじゃないですか、あれのすごい美味しいソースに似てます。うん、グー。ただね、これね、目隠しして食べさせられたら何のバーガーか全然わかんない。イカスミ感も全然ないし、つかイカスミの味っていうのはよくわかんないじゃないですか。ちょっと塩味ぐらいの感じのイメージしかないからわかんない。見た目が黒くてインパクトあるだけで。どう？美味しい。美味しいよね。味噌っぽい、うん、あー、ちょっともう一口食ってみるわ。でも甘くはないじゃん。イカスミ舐めた。うん、舐めた。塩味でしょ。しぜさんはイカスミが味噌っぽいって言ってます。じゃあイカスミをちょっと指で取ってみます。ペロン。はい、これです。これイカスミ。いただきます。うん、味噌じゃないな。だってしょっからいじゃん。ちょっとこれ甘かったら味噌だけど、しょっからいからいいんだよ。うん、つうかね、すげえうまい。すげえうまい。ちょっとハバネロソースに似てるでしょ、上のスポトレ。うまい、うまい。いや、これめっちゃうまいわ。じわじわきた。これは、リピしますね。これは私。リピ決定。これいいでしょ？だから、ハバネロトマトっぽいのよ、ちょっと。この辛みのあるチポトレソースが。いいね。うん。ハバネロトマト、イカスミって感じ。うまっ！カマンベールチーズファイヤー！もう完全パクっちゃってる。これわかる？ほら。パンの質がちょっと違うのよ。なんかマフィンっぽい、ベーグルっぽい感じしますね。まあでもチキンフィレオだよね。カマンベールチーズとレタス、チキンフィレオでね。うん、じゃあちょっと食ってみますわ。いただきます。チーズがあるところから。はっ、チキンフィレオだね、これは。ここ説明読むと、大人気のチキンフィレオのバンズをハロウィンの時期だけ特別にホワイトバンズにしました。とろっととろけるカマンベールソースの風味とともにお楽しみください。チキンフィレオがお化けに仮装をしたらをイメージしたチキンバーガーです。ということで、パンが白くなってカマンベールチーズ入っただけなんですよ。だからあんま変わんない。あちゃっ、ということで、イカスミバーガーね、すごい美味しい。
え、どうした？イカスミバーガーすごく美味しい。セットコーチポイント。ブルル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 セブンティーン。これはこれ。ダメダメ、そんなもう安易なパクリはダメです。安易なパクリはダメです。もうこれファイヤー。安易なパクリダメです。ボーイ。